この後セミファイナルで行われます GTB ルールについてご説明いたします。 GTB ルールとは1チーム3名で戦います。同時にリング上で戦いまして6人がグランプリングルールで試合を行い、1本取られた者が順番に脱落していきます。3本先に選手したチームの勝利となっております。また契約ウェイトは3社の合計でございます。3社の合計で契約ウェイトが、となっております。それではただいまより本日のセミファイナル第1試合 GTB ルール225キロ契約ウェイト5分2ラウンドを行います。はじめに青コーナーよりジョニー清水、サイレンス J、 ガイル・ディア、チーム谷入場。対します赤コーナー内川親方、坂本大津正義、ショッカー新チームソフトコンタクト2019ゴールデンウィーク選抜チームの入場です。
試合は1ラウンド1分17秒チーム谷の勝利でございます。ガレガの試合は1ラウンド1分17秒3対0でチーム谷の勝利でございます。表彰状チーム谷ガレル・デュア殿、本日ドームセンターパフォーマンススペースにおいて行われた ACF41 においてグラップリングチームバトルルールでチーム谷のメンバージョニー・シミズ&サイレンス・ジェルとの戦いチームソフトコンタクト2019ゴールデンウィーク選抜チーム内川親方坂本大津正義ショッカー氏を相手に見事勝利したことをここに表彰いたします。令和元年5月5日ACF グローバル代表近藤哲夫、ACF コリア代表ハン・テイム。あとは以下の